フェレット走行車はイギリス軍が偵察用に設計した送輪走行車であり、一般にはフェレット偵察者と呼ばれる。フェレットとは家畜化された毛長いたちの種名である。イギリス以外にもフランスやイギリス連邦加盟国で広く使用された。フェレット走行車はイギリス陸軍が第二次世界大戦中に広く使用していたダイムラー偵察者の後継車両として同じく ダイムラー社により1949年に設計された。この車両は高速かつ小型である上に、頑丈な車体構造と不正地層波能力の高さ、ゆえに偵察任務にうってつけの車両である。1952年から1971年にかけて4409両が製造され、小型軽量であることと安価で入手できるため、軍用以外でも個人コレクターが所有していることも多く、 それらの車両は戦争映画によく登場している。なお、日本国内にも行動走行可能な車両が一両のみ現存する。車体は鋼鉄製のモノコック構造で、車体はほぼ密閉されている。四つの車輪はフラットタイヤである。砲塔は全ての車両に装備されているわけではない。 標準武装は1丁の 7.62mm、後継ブレン系機関銃 L4 のみであるが、イギリス軍の車両は左右に3つずつ発炎弾発射機を追加装備している。設計と形状は全員のダイムラー偵察者との共通点が多いが、銃眼から固定式の機関銃もしくは対戦車ライフルを突き出す形式であったダイムラー偵察者とは異なり、 機関銃付けの小型砲塔を装備しているフェレットマーク5砲塔の左右に連装スイングファイア対戦車ミサイル発射機を備えているフェレット装甲車には砲塔が存在しなかったりビジラント対戦車ミサイルを搭載したりしている派生型が存在するマーク1砲塔のないオープントップタイプで連絡、連霊任務に使用される車両をマーク1、1マーク1よりも 重走行で、車体天井部分も走行で塞がれている。マーク1、2天井を高くし、上部にブレン軽機関銃を搭載した派生型。乗員は3名、マーク 2FV603 サラセン、走行兵員輸送車の砲塔を搭載した型の初期型、マーク2、1から5走行強化の紹介量が施された型。 マーク2、6マーク2、7マーク4マーク2のサスペンションを強化し、浮き式の遮蔽板を設けた方。マーク5マーク4の改良型で、幅広薄型の砲塔に、スイングファイア対戦車ミサイル発射機と L7、汎用機関銃を搭載した方、第二次世界大戦後に開発された車両であるため、朝鮮戦争へ参加した可能性はある。 1956年のスエズドーランにも投入された。1993年のソマリア内戦への PKO 任務にもネパールがフェレット装甲車を派遣している。ザネクストジェネレーションパトレイバー対特車2課のレイバー指揮者として登場。日本の軍用車コレクターが所有しているマーク1、2を激用車として使用。 デッドゾーン改装シーンにドイツ軍装甲車として登場。乱暴さん、怒りのアフガンソ連軍の偵察者としてマーク、愛が登場する。シグマフォースシリーズ旧ギルドの系譜ソマリアでの戦闘シーンで国連平和維持活動軍の装甲車として登場。ありがとうございます。